老子の、うん、今日は第1部第7章です、うん、ではいつものようにこちらトルストイ監修の老子道徳経と、はい、ドリアン助川さんが書いたバカボンのパパと読む老子、うん、本が見えないこの辺か、はい、この2冊で紹介させていただきます。まず今出ているこちら、はい、トルストイ監修の老子道徳経、うん、天と地は永遠である。天と地が永遠であるのは天と地が自分自身のために存在していないためである、うん、それゆえにこそ天と地は永遠である。聖人は他人に気配りをした後に自分に気配りする。それゆえ聖人は容易に安泰を得る、うん、聖人は自分の身に全く気配りしない。それゆえ聖人は長く生きる。自分に気配りしない者は自分の私事を極めて上首尾に成し遂げる。ギバーですね。ギバーですけど僕の中には、はい、どうぞどうぞ。矛盾してるなっては思ったんですよね。どの辺が？聖人は他人に気配りをした後に自分に気配りをするの後に聖人は自身の身に全く気配りをしない。じゃあこれを、はい、ドリアン助川さんに、はい、バコボンでいうところの、うん、後ろにいて前にいるのだって書いてあるんですけど、うん、バカボンがね、はいはい、まずじゃあドリアン助川さんから、はい、天は永遠であり、うん、地は高級である。高級っていうのはあの、高生の高と書いて、はい、久しいと書く高級ですね、うん、要は永遠みたいな、うん、天地が悠久であり得る理由は自らその命を伸ばそうとしないからだ、うん、だから長く生きられる。それゆえに聖人はその身を後回しにすることで前方におり、その身を外に置くことでそこにある。自分のことをなど考えに入れないということであろうか。まさにそのために自分のことが成し遂げられるのだ、うん、ちょっとバカボン読みましょうか。はい、お空はいつまでもお空であり、大地はいつまでも大地なのだ。どうしてそうなのかというと、お空や大地は自分だけ長生きしたいなどと言い出したりしないからなのだ。だから敵になるものが現れず、こんなに長く生きていられるのだ。そういうわけだから、どえらい人はみんなの後ろでバカみたいにしながら、実はいつもみんなの前にいるのだ。聖人はみんなの輪から外れていても、みんなのいるところに存在し続けるのだ。自分の欲望のために頑張ったりなんかしない。ということかもしれないのだ。それだからこそバカボン一家はみんなから愛されるのだ。だから天才なのだ、これでいいのだ。うん、これは、はい、確かに、うん、これまでの老子と違って、うん、僕の中では今、うん、その人だけ聖人だけが違うポジションにいるよっていう風に見えたんですね、うんうん、要はみんなの軍隊軍塊がここにあって、うん、聖人だけがこの辺にいる、うん、でここでこの人はバカをやっている、うん、旗を振っている絵が浮かんだんですよ、うん、旗を振ってて、でもこの人たちはこの旗を振ってる人を、うん、バカやってらみたいなところで見てるけど、うん、その一人とこの軍団の輪は平和なんですよ、うん、っていうのが浮かんだんですけど、うん、でこれバカやってるとかではないと思うんですよね。で、うん、これをね、じゃあこの旗を振ってる人が、うん、みんなが旗を振り始めたら、うん、破綻するなと思ったんです。旗はだから振ってないんですよ。あ、教えて教えて、はい、どうぞどうぞ。旗は振らずにそこにいるだけって感じですよね。あー、うん、別にこうなんか自分のために一生懸命旗を振ってるとかではなくて、はいはい、ただそこにたたずんでるみたいな。あー、うん、なるほどね、うん、みたいな感じじゃないですかね。全く気配りをしないから成人は長く生きる。じゃあ別に他人にも気配りはしてないけど、うん、でもまあ他人に気配りをした後にだから他人にも気配りはするんじゃないですかね。自分のことはそんなに考えずに人のためみたいな、で
何かを成し遂げようと一生懸命やってるわけじゃないけど、なんか今日ね、はい、朝起きたところで、はい、たまた、まあ、僕は本当にそんなの見てる、はい、そんなのばっかを見てる人間じゃないんですけど、はい、2023年、はい、最新の引き寄せってのが引き寄せさっていうのが YouTube のとこに上がってきて、はい、いや普段そんなのばっか見てる人間じゃないですよ、うん、引き寄せましたねなんかそれが出てきて、はい、そのなんかちょっと聞いてみたんですよ、うん、そうしたところ引き寄せるには、うん、一旦、うん、何もしないんだと、うんうん、何もしない、うん、何も考えない、うん、何も引き寄せようと思わない、うんうん、っていうとなんかいやいやそれ変じゃないって思うかもしれないんですけど、うん、要は全部捨てて何もしなくなった時に、うん、何かがしたいっていうのが出てくるんですよっていう話だった。そこまで聞いてないっていう話だろうなと思って、この浪士的にいくと、はい、何もしない、はい、っていうなんかまあ私利私欲に走らないみたいなっていうのは見えますよね、うん、はい、でその結果、はい、なんか自分はこう人に愛されて いい状態になりますよみたいな、永遠に生きられますよ的なっていうのを、うん、要は何もしないっていうのも、うん、何もしないってなった時に引き寄せられるっていうのも、うん、それなのかなと思ったんですよ、うん、要はしたいのが出てくるとか、したいのが出てくるのではない気がするんですよって勝手にいい状態になるみたいな、あそう僕が言いたいのはそれなんですけど、はい、なんかでも結局どこかで したいが芽生えない、したいとかなんて言うんだろう、推進力、推進力はいらないって言ってるんじゃないですか、老子的には、老子思想的にはそんな感じじゃないですか。そうですね、はい今ちょっと今僕の中ではグヌヌがずっといるんですけど、はいはい、まあこれすらなくなった時に、うんうん、あそっか、まあみんなに愛されるよみたいな、でそれがまあバカをやってるみたいな表現ですよね、多分バカボンの言う、バカボンのパパの言う、バカをやってるっていうのは何もしてないっていうこと、何もしてないっていうこと、ボケってしてるように見えるみたいな、ニコニコ笑ってるだけみたいなあーなるほどねでも確かに愛されて必要とされて、うん、ぜひこれをやってくださいみたいなのはあるかもしれないですね、うん、もう ありがとうございますもう僕の心が日々、はい、あの黒い皮がめくれていきます